ある日突然、異界の一角に周囲を威圧するかのように立ち並ぶ大きな塔の群れが出現した。王道12級にちなんだ12の塔、それらを作り出したのはオリンポスの主神ゼウスであった。彼の意図を問いただそうと、ゼウスの娘アテナと息子アレスは塔へと急ぐのだった。父上、この塔は一体何なのでしょう。おお、来たかお前たち。この塔は多くの戦場が階層を成した12塔だ。壮観であろう。12塔。うん。そして全ての塔を攻略し、わしの元にたどり着いた者にはなんとオリンポスの主神の座が贈られるのだ。父上、今何と言われたのでしょうか。主神の地位を譲ると言ったのだ。お前たち二人もうかうかしている暇はないぞ。わしは最後の塔の頂上で待っているからな。お待ちください父上。行ってしまわれた。冗談ではない。父上の思いつきでオリンポスの主神が変わるなど許されることではないぞ。だが父上はやると言ったなら必ず実行されるはず。私たちが塔を攻略しなければ他の者が主神に。アテナ殿、アレス殿、お二人もゼウス殿の話を聞いたようですね。あなたたちは。すでに味方の中には主神になるのも悪くないと野心を匂わせている方々がいると。なんてことだ。アテナさんとアレスさんは塔の攻略に挑むのでしょう。私たちに手伝わせてください。ほう、なぜだ。まさか我らを利用して主神の座を得ようとしているのではあるまいな。違います。私が元いた世界では王侯貴族の争いが国同士の戦に発展し、民も戦火に巻き込まれました。もし今回の件で再び神々が争い始めれば、それは私たち人間や異界の民にまで波及します。そんなこと私は放っておけないのです。神同士の争いならまだよい。ゼウス殿の軽率な提案が広く伝われば、神や仙人、人間、妖魔入り混じる大戦の火種となる。ここは同じオリュンポスの神であるアレス殿かアテナ殿に急ぎ主神の座を継いでもらうのが良策であろう。せや、うちはこの異界でダッキちゃん以外にも友達ができたんや。友達同士が喧嘩しそうなら止めなあかん。なるほどな。わかった。そういうことなら力を借りるぞ。ええ、皆さんよろしくお願いします。共にこの塔へと挑みましょう。よし、最初の塔は突破したぞ。よくやったなお前たち。これで主神の座に一歩近づいたぞ。父上、わざわざ降りてきたのか。その通り。わしは最後の塔の頂で待っている。先は長いぞ。くじけぬようにな。行ってしまいましたね。ですが焦ってもいいことはありません。一つ一つ攻略していくとしましょう。ここまでで11の塔を攻略できた。残るはこの最後の塔だけだ。皆さん、改めてお礼を言わせてください。あなたたちの力がなければここまでたどり着けませんでした。礼には及びません。アテナ殿とアレス殿の戦ぶりを近くで拝見できたことは
私にとっていい勉強になりました。せやで、アテナの姉ちゃんとアレスの兄ちゃんの術グワーってなってバーッと出てかっこええもん。気を緩めるのはまだ早い。12番目の塔は今まで以上の苦難が予想される。待ち構えるのはあのゼウスだ。油断はできん。ですがきっと私たちなら大丈夫です。神々の争いを阻止するため、最後まで諦めず頑張りましょう。ゼウスの建造した12塔、それぞれの塔の内部に広がる戦場はどれも熾烈を極めるものだった。ゼウスの子であるアテナとアレス、二神に協力するリクソン、黒田官兵衛、卑弥呼、ジャンヌ・ダルクらは力を合わせて苦難を乗り越え、ついに塔を11まで攻略する。残る12塔はあと1つ。12番目の塔への挑戦を前にして、英雄たちは覚悟を新たにするのだった。これで12番目の塔は終わりか。父上はどこに？ゼウスのおっちゃん、うちらの勢いにビビってケツまくって逃げたんだちゃうか？何ですかこの音は？あれを見ろ、外だ。急いで出るぞ。次々と現れる英雄の幻影を打ち倒し、アテナとアレスらはついに12塔を突破。12番目の塔の頂上にたどり着いた。だがそこにゼウスの姿はなかった。英雄たちは顔を見合わせ、彼の不在をいぶかしむ。すると突如、塔の外から地響きが聞こえてきた。外へ出た英雄たちが目にしたのは、12塔とは別に出現した天の果てまで続く巨大な塔であった。なんやこの塔、雲に隠れて先っちょが見えへんで。驚いたか、父上。これはどういうことです？あなたは12番目の塔の頂上で待つと言っていたではないですか。12番目の塔？わしは最後の塔の頂で待つと言ったはずだが。あなたという方は。だがこの天空神の塔が最後なのは本当だ。この塔を登り、わしの元までたどり着いてみせよ。いささか驚いた。この塔は今までの塔の何倍もの階層がある。攻略は一筋縄ではいかぬぞ。ですが当初の目的を果たすには、ここで立ち止まるわけにもいきません。進むしかないでしょうね。そうですね。引き続き力を貸してくださると嬉しいです。どこまで続くんやこの塔。あかん、うちもう疲れた。休みたい。卑弥呼さん、しっかりしてください。きっとあと少しですよ。卑弥呼、皆さん本当に申し訳ありません。父上の気まぐれに巻き込んでしまったこと、なんとお詫びしたらよいか。気まぐれか、果たしてそうだろうか。何？官兵衛殿もお気づきでしたか。ゼウス殿には何か裏の意図があるのではないか。私もそう考えていたのです。主神の座を餌に我らが争うのを見物し、あわよくば強い人間と戦ってみたい、そんなところではないのか。はっきりしたことは言えませんが、この融合世界を作った時もゼウス殿は真意を隠していた。今回も同じではないかと。あの時は
英雄たちと戦ってみたかったと言いつつ、実際は人の子の力を借りてオーディンに対抗しようとしていたな。うん、打ち決めた。ゼウスのおっちゃんが何を考えていようとてっぺんまで行っていてこましとる。こんな痛いけな少女まで巻き込んで何考えとんねん。あのっちゃん、ひみこちゃんは最後まで諦めへんで。その息ですよ、ひみこさん。さあ、私たちも進みましょう。12島を攻略したアテナとアレスらに、ゼウスは新たに作り出した天空神の塔を指し示し、この塔の頂上で待つと宣言した。今までの塔よりはるかに多くの階層を持つ天空神の塔。英雄たちはあまりの長大さにくじけそうになりつつも、やっとのことで塔を登り頂上にたどり着いた。今度こそオリンポスの主神ゼウスが待っているはず。英雄たちは大いなる力を持つ神との戦いを前に身を引き締めるのだった。今度こそ塔の頂上ですね。ここにゼウス殿が。この空間はどうされたのです、アテナさん。異界の他の場所とは何かが違う。どちらかといえばオリンポスに近い。まさか。ほう、気がついたようだな。ここはわしが最も力を発揮できる場となっている。術の威力もいつもと一味違うぞ。さあ、お前たちの全力で挑んでこい。死にたくなければな。なんや、おっちゃん、怖い顔して。いつものミカッとした感じはどうしたん。わきまえよ。わしを誰と心得ておる。オリンポスを滑る神々の王であるぞ。対する相応の覚悟できているのであろうな。手心を加えぬわしに挑むことがいかに愚かなことか思い知るがよい。神の雷、受けてみよ。ほう、オリンポスの主神たる風格だが、あのゼウス殿の言葉とは思えぬ。ですが彼は本気なようです。油断すれば命を奪われかねません。皆さん、気を引き締めていきましょう。やったのか。負けた負けた、認めよう。お前たちの勝ちだ。やりました。よかった。一時はどうなることかと。あ、言っちゃった。もうゼウスのおっちゃん、ほんまに手加減なしやな。いやー、すまんすまん。だがこれでオリンポスの主神の座はお前たちのものと言いたいところだが、今しばらくはわしが主神を続けることにしよう。まだいろいろとやり残したことがあるのでな。そのようなことだろうとは思っていましたが。ゼウス殿、一つ教えてください。あなたが今回塔を攻略した者に主神の座を譲ると言い出したのはなぜですか。さて、何であろうな。それよりもわしはまだまだ戦い足りぬな。全ての英雄と戦わねば収まらぬほどよ。まだはぐらかすか、食えぬ御神だ。ですが当初の目的は果たせました。父上の思いつきを阻止できたのですから。そうですね、
これでもう神々が争うこともないでしょう。みな、礼を言わねばならんな。世話になった。礼には及びません。それにしてもゼウス殿の真意は一体どこに。今はこれでよしとするしかありませんが。どうやら渋々帰ったようだな。結局わしの狙いに気づかんとは。まだまだ楽しめそうだ。倒したか。これ以上は戦えんぞ。降参だ。まさか全力のわしが打ち負かされるとはな。やった勝てたんやな。もう限界や。術の使いすぎでさっきから体がピッキピキや。私ももう腕が上がりません。いやー、すまんすまん。しかしアテナ、アレス、それに他の者たちも実に見事であったぞ。先ほどの戦いでお前たちは自らの限界を超えた。その潜在能力が開花したと言っていいだろう。体が悲鳴を上げているのはその証拠よ。確かに何かを超えた感覚がありました。こんなことは初めてです。お前たちはまだまだ不完全な存在である。もちろん人間や仙人、妖魔も同じだ。だがそれは裏を返せば大いに伸びる余地があるということよ。特に仲間と共に困難に立ち向かう時こそ、その潜在能力を最大限に解放できる好機なのだ。塔の攻略に挑むことでそのことに気がついたのではないか。ゼウス殿、まさかあなたはそれを我々に身をもって教えるために。そういうことだ。ご苦労であったな。約束通りお前たちに主神の座を譲ろう。アテナ、どうする。わざわざ聞くということはお前も同じ思いなのではないか。ほう、どうしたのだ。父上、あなたの狙いに気がつかなかった我らは主神の座にはふさわしくない。はい、やはり父上こそ我らのオリュンポスを滑る神であると実感いたしました。皆さん、ここまで巻き込んでしまったにもかかわらず申し訳ないのですが、よろしいでしょうか。構わぬ。当初の目的は果たせた。それにオリュンポスはゼウス殿が治めるのが一番だろう。そうかそうか。やはりわし以上に主神にふさわしき存在はおらんか。ならば今後も神々の王としてあり続けようぞ。こうしてゼウスの狙い通り、英雄たちは不完全ゆえに伸びしろがあること、仲間と共に困難に挑む時こそ潜在能力を発揮できることを身をもって学べた。英雄たちを見て満足そうにうなずくゼウス。もはや彼らに教えることは何もない。十二塔も天空神の塔も役目を終え、あとは朽ちるのを待つばかり。そのはずだった。アテナの姉ちゃん、アレスの兄ちゃん、大変や。十二塔、天空神の塔とは別にいつの間にか14番目の塔が立っとるね。なんだと。一体どういうことだ父上。やっと来たか。お前たち、待ちくたびれてしまったぞ。父上、この塔は一体。蛇使い座の魔塔だ。
今までの塔よりさらに攻略が難しいぞ。お前たちにはこの塔を自由に使う権利を与える。わしは酒でも飲みながら気楽に見物させてもらうぞ。さあ、さらなる鍛錬に励むがよい。ゼウスのおっちゃん、めっちゃはしゃいで行ってしもった。アテナ、父上を主神の座に留めたことに後悔はないか？わざわざ聞くということはお前も同じ思いなのではないか？もうゼウスのおっちゃんめ、どうしてくれんねんこの空気。